はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジシャドウズオブローズ、もう超嫌いな館に来てます。あー、これあれかな、なんか小学校時代にまつわるやっぱ写真なのかな。これなんか何も入ってないよね。鍵がかかって開けられない。やっぱこれを取ることが最終目標か。人形のポーズ123を手に入れたので物置部屋に配置するところですね。むちゃくちゃ怖いんだけど、ここのステージ。ここに3体置けるよね。で3体置けるんだけど読めない。多分誰も読めないよね。読めない。これなんか書いてあるっけ。あー、とりあえず置くだけ置いてみる。どれだ。あ、なんかこれっぽくない、なんか形的に。ほら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 。で釣り竿の方がなんかわかりやすいな。あ、こっちだな。でこれ指図してるだけか。バケツをどうすんの。あで人形が出てきた。4体目で最初のところの4体目のところに行くんだけど部屋出たくねえ。いや走ってこう、とりあえず走ってこう。もう何があっても知らん。いやなんかあんなヌメヌメあったっけ。うわあ、びっくりした。いやもうマジ怖い。こいつなんなの。ミヤやだ、超置きたくねえ。いや無理ですよーこれって。なんか超動き出しそうなんだけど、まあいいか。置こう。ルーシールーシーだけ分かってる。でここのポーズが分からんな。これここっぽいな。であと2人が、ちょっと待って、これ何してるところだ。これかな。ん、なんか合ってる。これかな。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。火がついた。魔女狩りじゃねえかよこれ。最低。鍵。ほんと最低。いや待てよ、待ても待て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 。正面からじゃないと鍵取れないか。やばい。やばい。電話が鳴っている。なんか別に何も繋がってないけどね、線は。どうやって鳴ってんだろう。まあ、頂上的な力で鳴らしてんだけど。だね、まだ結晶が見つからないの。いいよ、教えてあげる。エレベーターに乗っておいで。でも、ママはここに来るのを許さないかもね。や、やべえ。誰なの？ママって。絶対こいつじゃん。ミヤの人形だよ。ママが許さないってことはミヤ人形が絶対妨害してくるでしょう。ちょっと地図だけ確認しとこう。準備室に今行けるんだっけ。ここからここに行く間に絶対来る。クイックターンだけ練習しとこう。クイックターンないんだっけこれ。いや怖怖。あ、レッツプレイなんとかかなんとかって書いてある。いやもう走ってっていきなり遭遇するのか。いやいやいや、いやマジでできるこれ。何もなかった。ヒューズ、
待って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 、もう本当に待って待ってしか言ってないけど、ちゃんと見よう。エレベーターホール、スタディ、キッチン、ベッドルーム、書斎ってことか。スタディは書斎抜けてだな。目をそらしちゃダメは？マジでどういうこと？視界に入れてろってこと？だよね。え、これ視界から外すとちなみにどうなる？ちょっと外まで出てくるかどうかだけ確認しよう。一回ちょっと外すよ。それ、あ、来た！おお、怖っ！怖っ！じゃあやっぱそうだ。いや、マジ怖え、これ。え、だってこれこっち行ったらどうすんの？ずっとさ、え、来て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 。いやいやいや、後ろ向きながら歩くってこと？いや、マジかよ。ダッシュ、あいつがどんくらい速いかだよな。え、来た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 。いや、怖っ。これ後ろとかさ、マジどうすんの？は？は？いや、無理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 でしょ、こんなん。走れ。で、開けろ。で、来てる来てる来てる。絶対来てるよ、これ。いやいやいや、待って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 。うわ、来てる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 。で、あ、で、ちょっと待って待って待って、速攻で行って。いや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 、待って待って待って、これ視界に入れつつ、これ来る？来てる来てる来てる？ここ来てるな、こ、怖すぎる。あ、大丈夫だ。で、こっち行って、多少は大丈夫でしょ？多少って言ってさ、これどこで撮んの？いや、開けてくる？あった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 、ヒューズ拾って。だけどさ、はははは、勘弁してよ。いや、マジで勘弁して。だってこれどうやって、もう抜けられなくなっちゃったよ。これ触っては大丈夫なの？触っては大丈夫だな。え、抜けらんないよ、今の位置だと。一回視界を外す。こここそ回れないよね。だって一回外して、来た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 。カックカクやな。意外にだい、いや待って、なんで二人いんの？いや、なんで二人いんの？いやいやいや、無理無理無理でしょこれ。やつの速さがどれくらいかだよな。そ、今のところ二人捉えてるから、これちょっと速攻で抜けて、速攻で抜けてこうだろ、来てんな。ここからさらに3体目とかいったら人生積むわ。うわっ、いるいるいる、マジかよ。いや、待って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 、で、こうこう、いや、来てるよ来てるよ。これこのまま向こう側から施錠とか終わってんだけど。あ、そっか、これこっちじゃねえんだ。こうやってこう抜けないといけないのか。え、こっち内側に抜けたってことか。でもこれさ、これ後ろからいけない？いけねえわ。あいつ捕まった。いや、どうなる。あ、取り込まれんのね。ちょっと道順失敗したわ。どっからこれ、こっからヒューズは取ったところ、じゃあヒューズを取るところか。で、こう来ました。で、一回ちょっと視界を外して、これちょっとだいぶさ、こっちの方までやろう。カクカクさせて危険度が増すけど、よし、 OKOKOK。 見てる間は別に触れてもね、大丈夫っていうのが分かったから、こいつはマジ結構遠くにやる。で、ここで出てくるから、ここはもう一回走り抜けて、で、しかもこのまま走り抜ける。
て上がって、ここも早急に突破しよう。早急に突破した瞬間、ここが難しいんだけど、捕まるな。これさ、始まった瞬間ほっといたらこれ勝手になんか向き向くんだよね。勘弁してよ。ほら、で一回これ視界はずらさないといけなくて、でもまあこいつ大丈夫か、あの走り去れば多分大丈夫で、問題はここをここでロックして、でどうせあいつここまで来るから、でその後こうで、でこうか、こう来て、これ来た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 、あれ、あ、いいんだよね。でこっちへ抜けつつ、いる、しかもあいつ視界から外さなきゃいけねえじゃん。でこうのこうのこうヒューズでこうで押す。動かない、どうして。視界をそらすな。あれ、あいつはもう来ないのか。なんでこんなことするの。結晶が欲しいんでしょ。どこにあるか知ってるの。ローズのために友達を用意したよ。ちゃんと遊べたら教えてあげる。どうなってるの。お、等身大か。かくれんぼしよう。見つからずに私のところまで来れるかな。セーブ。これ下からいける？ちょっとなんとなくいける。誰に見つからないんでしょう。は？怖っ。え、あいつらまた来る？地図は？これあれか、どっちかっていうとローズが人形になってんのか、小さくなってる。てかまあ小さくなってるっていうか、人形たちはでっかい。え、来た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 、これ来た、来てるね。あ、徘徊してんのか、放たれたんだな。気づかれないようにしないと。こいつは多分くるくる回ってるだけだよね。よし、このまま先に進めばいい。あっち行けねえ、まだ先か。で次こいつか。こっちは来ないよね、さすがに。あ、結構結構いるな。上なんかあいつ怖えな。こっち見つかんじゃね。ルートを確認しないとな、あいつらの。右のやつ、ここ3体だな。こっちまで来て、ここは多分大丈夫だと思うんだよね。で、どっちから行く？てかどこへ行くの？左か？これここって見つかるな。え、あっちの後ろ行けそうだな。これここは大丈夫ですよ、さすがに。これ今のうちにさ、ここはね多分大丈夫だと思う、しゃがんでれば。でよ、ダメだ、地図がわからん。
これあのなんかここは多分見てこないと思うんだよね。あっち側しか見てないから。でその隙に見つけちったよ。いた、直撃を食らった。え、死なない、やった。死なないんだ。ちょっと待って、ここあいつ、こいつどうすんだ。あ、こっちか。でこれを破壊するのか。破壊してどうすんの。破壊して多分どっかが行けるようになったんだな。え、どっち側だ。あいつが行ったらちょっと一回ここから下に降りるとかないよね。いや、あった、下降りられたわ。で、あ、一回こっちからそもそも出るんだ。一応あいつは警戒していこう。うん、待って待って待って、なんか左にもいなかった。はいはいはい。で、もうちょっと近づくか。いや、結構近づかないとダメだな。音だったの？行け！は？え、これ大丈夫？こいつはまあ単純だな。単純だと信じたい。よし、大丈夫だ。あんなにたくさん、なんとかしないと。まともに相手してられない。え、どうせよ。いや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 、え、どうにもできんぞ。あ、これか。なんか怖いからここでやろう。隠れてやろう。こっちも、あ、潰された。あ、見つかった。こいつだけ優秀だ。どこへ隠れてよかったんだ俺は。でもあんま減ってなくない。あ、ハーブがないんだ。そもそもそういえば回復すりゃいいじゃんとか思ったけど、でも一撃死しないのはまあまあまあ助かるかな。ここもなんかあんな。え、どれだ。力を使えそうなのはちょっとここにはないな。最終的にこれを落として多分おびき寄せんだろうな。多分あと2発くらい食らったら、次食らったらもう多分デンジャーになるから、ちゃんとしゃがんでいこう。あれか、あれをどうするか。この先に行きたいのに。おい、へ、なんかいるんだけど。一旦こっちで、あいつ、あいつは動いてないんだな、左のやつは。もういいかい。ここは多分大丈夫。その後どうすっか。こっち行こう。最終目的がわからんな。あの中へ次逃げ込むか。あいつが来るから。え、あれ、あいつあっち行くんだ。この中に、うお、いた。あ、ある。単純だなこいつら。この単純さは助かるわ。え、で、それでどうすんだ。あ、それでこれを破壊するのか今のうちに。
か隠れるとこない。あれ、あ、それでこれが破壊されましたと。よしよしよし、順調に進んでんな。ここ隠れるベースだな多分。怖っ。30メートル級が出てきた。冗談でしょ。こんなのは捕まったら終わりだな。これは確実に即死レベルだな。30メートル級はマジでやばい。30メートル級はないなこれ。3メートル級くらいだな。だいきなり後ろ振り向いてくるのだけ気をつければ。あ、なるほど、そういうルートか。じゃあちょっともう一旦通り過ぎるのをやり過ごさないと。目的地の方に向かっていっちゃってるからね。あ、でもこれここが大丈夫なんじゃない。で、通り過ぎたら突破しよう。いきなりパッとは振り向いてこないはずだから。よしよしよし、行っちゃおう。もうこれはで次、あ、ホワイトセージ。え、ホワイトセージ使おう。2個。え、これをどうすんの。マジで。で、後ろにいてあいつか。なるほどね。ちょっと待って、今危なかったな。後ろに、後ろを見た瞬間突っ込んで破壊完了。よし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 、あと1回。だってこれ有限じゃん。回復しないからね、自動回復は。まあでも食らったら人形は崩れ落ちるから。ちょ、待て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 、ここに隠れよう。あいつの祈祷をでくるっといって、あいつは本当に回ってるだけか。上にラジオが置いてあるけどね、ゴミ箱の。じゃあこれはもう行った瞬間だな。はいはいはい、確かあそこがベッドルームだったはずよね。ベッドルームへ行くの。あ、なんか怒ってる。ホワイトセージだ。また倒せってことか、ドイツを。こいつか。お、びっくりした。いや絶対見つかるよね。え、でもこれ後ろから行けない。消えよ。やば、無理だよこれ。ちょっと遅い遅い遅い。こいつどっちに来る。こっち来たら終わるな。あ、一定の体力量までは戻るな。どっち来るこれ。こっち来るじゃん。あ、でもさ、これこのままさ突破できんじゃん。これ破壊しとこう。え、これ破壊されてどうなの。え、破壊されて戻れるってこと単純に。あ、あれあれあれ、今どこにいる俺。え、俺どこに来た。あ、ここ開けて、そう、そういうこと。ここさっき最初のとこじゃん。で、ここ開きました。相手どうしたの。あ、これ破壊したからあっち行けるようになったのかな。あ、そうだそうだそうだ、そういうことだ。で、おお、びっくり。みんなローズが嫌い。だって化け物だもんね。ちょっと、変な力を持ってるから。お父さんと同じだ。だから友達がいないんだ。うるさい。本
てドア閉めたくらいで防げるなくない？え、まだあんのかよ。早く逃げなきゃ。逃げろ。うおお。逃げろ逃げろ。どっちこれ。友達がいないんだって。遊んであげるよ。近寄らないで。ほら、友達は大切にしなきゃ。あ、これどこ。ちょっと待って、いけないいけないいけない、やべえ。はは、はちょっと待って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 、これだって何もできないしね。どこ。あ、あったあった、あ、来た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 、待って待って待って、これはちょっとあれを見つけるのが遅かった。巨人に見つかったらもう終わりだよ。食べられるっていうサイズでもなかったな今。よし、わかったわかった、後ろね。もうこれは速攻でいかないと、深きの速攻でいかないと。とにかく走って、でこれ。よし、OK。でここ行けるでしょ。やめて。お、お、来た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 。これ以上聞きたくない。なんであいつら父さんのこと、会ったことないのに。父親のことは嫌い。さあ、わからない。何も知らないんだから。知りたいよ。知ってるのは私を守って死んだこと。時々まだ生きてたらどうなってるかなって想像するの。自転車教えたり、宿題手伝ったり、絵本を読んでくれたり、ずっとそばにいて、いや、これ見てくれたりした。これもメッセージ。私が不安になった時は、いいさんじゃん。父さんならなんて言ってくれるのかな。おいで、見せたいものがある。あ、家だ。ここはどこ。ここなら安全だろう。なんだか懐かしい。前に来たことある気がする。飾り付けがたくさんある。何か特別な日なの。飾り付け完了、ワイン完了、もう一つのプレゼントを用意する。書斎。二人がいて本当に幸せだ。いや、イーさん、声が聞こえる。これって父さん。ここは昔私が暮らしてた家なんだ。もしかして他のものからも父さんの声が聞こえるのかな。今は無理だけどいつか一緒にワインを飲めるようになるのかな。へえ、ワインが好きだったんだ。これなんだ。ミルクを飲むのが何より好きだよな。きっと泣いたらすぐ飲ませてくれたんだね。いけねえ。開く、これ。開いた、開いたけど。いろいろ見てみたら、冷蔵庫の中をチェックする。ダメだ、開けらんない。オレンジジュースっぽいのがいっぱいあるの。あ、オレンジジュースこれ。ローズは本当食いしん坊だ。レトルト。しかもフルーツばかり。離乳食。離乳食ってか。ずっとフルーツ、ね。子供いないからそういうのよくわかんないんだけど。なんて言うんだ。わからん。あ、タイプライターある。一応セーブしとくか。
あ、もうすでにセーブが満タンになってる。外には出れない。2階だな。こっちトイレだっけ。シャンプーとか。そうか、アメリカだからやっぱりシャワー式なのか。オルゴール、思い出の曲だ。大切な。この曲なんだか懐かしい。好きだな。でこっちは、ここ自分の部屋。私の部屋。いろいろある。きっとこの服もすぐに小さくなるな。ちっちゃな服、こんなの着てたんだ。子供の成長って早いな。ずっと見ていたい。ベッドがすごくちっちゃい。ん？書斎ってどこだっけ？ここでいいの？違う。なんかプレゼントが置いてあるってあったよね。書斎ここか。違うな。わかんねえ。パソコン。2月2日ローズのハーフバースデー。あっという間の半年。この瞬間の気持ちを記録しておきたくて手紙を書いた。少し感傷的になったかもしれない。誰かに見られたら恥ずかしいから今は棚の引き出しに入れておく。これなら見つからない。鍵はお気に入りの写真の裏に隠しておくか。あ、ここ鍵がかかっている。お気に入りの写真どれだ。あ、これか。どちらかというとローズはパパにかな。私幸せそう。で、お気に入りの写真の裏、鍵ゲット。開けてしまおう。手紙。誰からの手紙。ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。朝はパパがご飯を作って学校へ送るよ。怖い夢を見たときは子守歌を歌おうか。不安なときは抱きしめて大丈夫って言ってやる。ローズはパパの宝物だ。それを忘れないで。パパより。お前は愛されてない。てか、いや、マイケル、マイケル、エブリンじゃねえ今の。マイケル、いや、ねえ、知ってる？お前が欲しがっているものはここにはないよ。じゃあ浄化結晶は持ってないってわけ。お、ここにあるわけないでしょ。もっと深くか。それには深く潜らないと。もっともっとだな。かわいそう。また騙されちゃって。どうしてこんなことするの。誰もお前を愛さない。一人ぼっちで死ねばいい。一人ぼっちで。おしまいだ。あ、もうやばい。この家ごと飲まれちゃえ。この家から逃げなきゃ。どこだ。私が先だったのに。ほら、先って。やっぱりエブリンだよ。どうしてお前が選ばれたんだ。一体何を言ってるの。ちょっとあれあれあれ、どこ今これ消してさ。ちょ、待って いけないんですけど。あれ、こっち行けないよ。これも飲み込まれたっぽい俺。ほら、ミアに飲み込まれてるわ。
というところで、なんか毎回死んで終わりにしてるけど、じゃあ次回はここの家を脱出するところから始めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。